はーい、こんにちは、こんばんは、コンコンです。またこの季節がやってまいりましたね。そう、個人防衛戦の季節ですね。いやー、かなり初期の頃にね、挑戦して以来の、動画を撮りながらの挑戦になるんですけども、結構ね、期間は経ってるんですけども、ちょっと未だに私ね、この3500ポイントの壁が突破できてないんですよ。なんでちょっと今回はね、この壁の突破をね、目指して頑張っていきたいなと思ってる次第でございます。でね、結構ね、初期の頃から比べて3500ポイントを突破してきている人も増えている状況ですね。で、陸軍はね、マドカが入ったりとか、あと八乙女を獲得している人が増えてきたりとか、そういった点で強化されてきていますし、で、海軍もね、風化とか古代をしっかりと鍛え上げて、強い部隊を作っている人が増えてきてますので、結構現状でもね、3500を突破している人が結構いる感じになってますね。ただね、ちょっと言い訳をさせてほしいんですけど、空軍ね、マジで辛いんですよ。で、結構ね、いろいろ理由はあるんですけども、まずね、今、空軍でエースをね、張る英雄になってるこのマドカですね。で、これがやっぱめちゃくちゃ強いんで、空軍で大体採用されるんですけども、こいつ一応陸軍英雄扱いなんで、個人防衛戦においては、増援として陸軍でしか入れられない形になってるんですよ。で、一番最初の、部隊ですね。それに関しては、マドカ入れることはできるんですけども、増援の方はね、陸軍でしか入れられないので、マドカはせっかく空軍用に鍛え上げても、増援では使えないっていう感じになるんですよ。で、これがまあ辛いですね。で、加えて、空軍のエースである膝丸ですね。で、こいつも個人防衛戦では完全に機能しない英雄になってるので、辛いんです、空軍は。で、しかも、個人防衛戦って結構最終的に重要なのが、25ウェーブ目の陸軍をね、倒せるかどうかっていうところになってくるんですよ。で、海軍を使った場合は、兵種相性で有利なんで、結構ね、いい感じで戦っていけますし、陸軍を使った場合は、数をね、たくさん用意できますので、防衛で強いですね。なんで、25ウェーブを結構有利に戦っていけるんですけども、空軍に関しては、数も用意できない上に、相性有利でもないんで、相当ね、25ウェーブ目が辛いんですよ。なんでなかなかね、3500の壁の突破が難しいんですけども、私もね、三英雄になってからも半年ぐらい経ってますので、そろそろね、この壁を突破したいんですよ。ですので今回はね、3500の壁の突破を狙って頑張っていきたいと思っております。でね、今回の作戦を一応紹介しとこうかなと思います。で、今回は結構脳筋作戦ですね。もうとにかくぶん殴っていこうって感じです。で、一番最初の防衛の部隊は、もう対人編成にした、空軍の部隊ですね。添付乾燥している部隊になっておりまして、で、こいつらでも82ユニット、80ユニットを使って、できるだけ負担なく、攻略をしていきたい感じですね。で、こいつらで、23ウェーブ目までは、ほとんど傷つかない状況で勝っていきたいという状況です。で、詳細設定の方で、増援の方は、空軍は窓から入れられないので仕方なく、無添付のラッシュですね。こいつを採用してる感じです。で、これでちょっと頑張っていく感じで、で、海は、古代と風化の、脳筋英雄二人に、レベッカを入れて、25ウェーブ目の、陸軍をね、強く意識したような、編成を取っている感じです。で、陸軍は、窓から入ってきますので、こいつを採用して、で、全然育ってない恵みとラグノを入れて、なんとかね、火力で頑張っていくっていう感じでございます。で、24ウェーブまでは、空軍を第一補充にして、できるだけね、負担なく戦っていく感じです。で、一番最後の陸軍に関しては、第一補充を海軍に変えて、レベッカのね、恩恵を受けつつ戦っていきたいなという感じです。なんで、これでね、ちょっと頑張っていこうと思ってます。で、結構ね、昔と比べて若干海軍もね、強化してきていますので、その辺でね、どれぐらい頑張れるかっていうところが気になるところですね。はい。じゃあね、早速始めていきたいと思います。じゃあ、迎撃開始。はい。相変わらずね、見た目がヘボくなったんですけども。ほい。で、この辺はね、何の問題もなく勝っていけるでしょう。じゃあね、前回同様、23ウェーブ目ぐらいまではちょっとね、スキップしていきたいと思っております。はい。今ね、24ウェーブ目まで来ております。
でね、やっぱ予想通り、まあ、23ウェーブまでは、まあ、そんなにきつくないですね。23ウェーブの海軍は、まあ、空軍でね、跳ね返せているので、まあ、ここまでは余裕ですね。で、結構ね、早めにね、21ウェーブ目ぐらいかなから結構ね、傷つき始めているので、まあ、若干ね、怪しくなってきてるって感じですね。で、まあ、勝負は、まあ、次の24ウェーブ目。まあ、空軍ですね。まあ、こいつを跳ね返せるかどうかっていうのが、まあ、重要になってくるわけですね。で、例年はいつも大体ここから負け始めるんですよ。ただ、今回は、窓狩り空軍がね、一応増援として入ってきますので、窓狩りがね、どんぐらい頑張るかによっては、まあ、あるいは、あり得るかもしれないっていう感じなので、ちょっとね、期待したいところでございます。で、まあ、ここが勝てなかったとしても、可能な限りここでね、敵の空軍を破壊して、で、最後の25ウェーブ目で、まあ、陸軍を可能な限り破壊していけば、まあ、ワンチャン3500ポイントいける可能性もあるかなって気はするので、まあ、負けるにしても、できるだけね、多くの数を削っていきたいなという感じでございます。で、今2970ポイントなので、まあ、あとね、530ポイントほど稼ぎたいなという状況ですね。なんで、まあ、ここをしのいで何ポイントまでいけるかっていうのが結構気になるところでございます。はい。で、あと15秒ですね。いやー、毎回このあたりからね、ドキドキが止まらなくなってきますね。9、8、7、6、5、4、3、2、1、さあ、どうか。頼む。当然の勝利ね。勝った。勝てたぞ。初めて勝てた。これはでかいんじゃない？多分ね、窓が頑張ってくれたな。よし。オッケー。これいけるんちゃう？ちょっと早速修理して、で、忘れずに、入れ替えていきましょう。で、これはオッケーで、詳細で、これをね、海ファーストにしますね。で、海、陸、空みたいな感じでいきましょう。はい。海、陸、空、OK。で、これで陸のレベルができるだけ削り、窓か、陸軍で、まあ、さらに削っていき、最後、まあ、対人仕様の空軍でなんとか頑張っていくっていう感じですね。はい。これちょっと頑張りたいね。ちょっと空軍ね、対人じゃなくて、普通に火力専門にした方がいいような気もするんですけど、まあ、ちょっと今回これ頑張ってみましょう。変にいじくってね、見せる可能性もあるので、で現在のポイントが3266なんで、まあ、今回のこの最後の陸軍で、あと240ポイントほど稼げば、ついにね、壁突破になるんで、ちょっとこれは頑張りたいところ。さて、あと52秒。いやー、ドキドキする。でもね、でかい。これはでかい。いや、ほんと初めてだもん、この陸軍跳ね返したの。陸じゃねえ、空軍跳ね返したの。そう。いや、これはちょっとね、個人的にはめちゃめちゃ嬉しいね。ここすら勝てなかったから、今まで。まあ、やっぱ窓かがね、うん、まあ、空軍仕様にはしてるんですけど、一応陸に入っても活躍してくれるっていうところが結構でかかったかなって感じですね。でまあ、窓がいない場合、ラシューが入るんですけど、一応星5にはなってますので、最低限のね、活躍はしてくれるっていう感じだったんじゃないでしょうか。はい。さあ、ついに25ウェーブ目がやってきますよ。まあ、多分さすがにね、勝てはしない気がする。うん。まあ、レベッカの発動具合にもよるんだけど、まあ、半分ぐらい削れたらいいかなっていう感じですかね。さあ、ラストアタック。なんとかしのげ。いけ !3500! はい。やっぱ負けはしますね。どんぐらい削ったかな。あ、でも結構削ってるじゃん。これ5分の3ぐらい削ってますね。で、ポイントは、ドン。3552。ギリギリですけど、なんとかいけましたね。3500。やりましたね。いや、ちょっとね、これ結構嬉しい。本当に。なかなかこの3500の壁が突破できなくて、ラストの宝箱開かなかったんで。いやー、これちょっと、嬉しい。うん。順位はね、まあ、大したことないんですけども、やっぱこのね、ずっと狙っていた3500を超えられたっていうのは、これはちょっとね、でかいですね。これはちょっとね、歴史が動いた瞬間といっても過言ではないのではないでしょうか。いやー、よかった。いや、ついに行けましたね。まあね、結構やっぱね、海軍とかメインの人とかだと、まあ3500当たり前みたいな人も多いと思うんですけど、やっぱ今までね、まあ、空軍オンリーでやってきて、ね、苦しい思いをずっとしてきましたので、ここでやっぱね、この3500というね、大きな壁を乗り越えられたのはね、めちゃくちゃでかいっすよ。やりました。いやー、今回ちょっと本当にね、正直、いけないんじゃないかなっていう不安がかなりあって、
ったので、これいけたのは結構でかいですね。いやーでもよかったよかった。でまあ次の目標は完走かな。うん、最後ねやっぱ200台ぐらい陸軍残ってしまったので、まあ、こいつを最後逃走して、まあ、完全勝利を狙っていくっていうのが、まあ、次のステップかなって感じしますね。で、まあ、そこを狙っていくにあたっては、やっぱりまず、まあ、海軍とかをね、もうちょっと鍛えるっていうのと、あと、人気の星のね、シロツキンがあれば、だいぶね、楽になると思いますね。全部81に揃えたら、まあ、空軍だけじゃなくて、海軍も陸軍もね、働いてくれるので、まあ、そこのあたりをちょっと頑張って、またね、個人防衛戦の、まあ、今度は完勝をね、目指していきたいかなと思ってますね。いやでも今回ね、目標はしっかりと達成できましたので、まあ、かなり嬉しいところでございます。よかったです。はい。でね、ぜひ皆さんもね、個人防衛戦、結構まあ、報酬ももらえますので、ぜひいろいろとね、頑張ってみてください。はい。ということで、今回はこんな感じで終わろうと思います。では、ご視聴ありがとうございました。ではまたねー。